皆さんどうもこんにちは。朝起きるとどこかしらは痛いウプ主のミーです。ウプ主、あんた老朽化していってるのね。それに比べて私ったら変わらぬ美貌で。やっほー、おなじみフランだよ。二人して老朽化が進んでるみたい。おなじみマリサだぜって。なんであいつら青い顔してんだ。あ、大丈夫大丈夫。二人ならすぐに良くなるから。な、何があったんだ。それじゃあ今回も張り切ってかくれんぼしよう。最初のステージは下水道です。お、私このステージ初めてだ。ここはマップ自体が広いし物が散らばってるから隠れやすいわね。でも足場って結構でかいから怪しまれねえようにな。そうだね、最初からいたような場所に隠れるよ。この足場がウプ主だって気づかずに踏みまくってくれたらいいわね。そんなに踏まれたくないよ。あ、ここだったら普通の足場みたいに見えるね。わざとちょっとずらしてね。周りにも似たような足場があるから不自然ではねえな。本当にこの下水道には物が散乱しているんだね。ええ、これだけ細かく散乱してたら覚えられないわよ。さあウプ主は最後まで隠れきれるか。他のみんなはどこに隠れているんだろうね。この下水の水面かよ。チートじゃねえか。あ、見つかっちゃった。私たちが話してる間に。これぞまさしく瞬殺ね。ウプ主、あとは隠れてる仲間を応援しよう。そうだね。それにしてもあのウサギおっさん強いわね。そりゃそうだよ。ウサギおっさんだもん。全然納得できねえわ。なんか視聴者さん情報によると、このゲームはスマホ2台持ちが強いんだって。じゃあ、おっさんが瞬間移動した。やっぱりウサギおっさんだから。で話に戻るけど、このゲームはウサギおっさん2台持ちが強いわ。いろいろ混ざってるよ。確かにそれぞれのスマホで隠れる側と鬼側をやれば、有利にゲームを進めることができるかもね。でもそんなズルしたら本当のかくれんぼじゃなくなっちゃうよ。そうね、かくれんぼは鬼と隠れる側の魂のぶつかり合いだものね。どんだけ本気なんだよ。この人は隙間に隠れてるのかな。でも机の隙間なんてないわよ。うわあ、なんてところに隠れているんだ。ここ宇宙だよ。一体どうやってこんなところに行けたんだ。この前の人は半分宇宙に体が入ってたけど、この人は体全部が宇宙に行っちゃってるもんね。これじゃあ本当に無敵ね。鬼がどうやって対処するのかが見物だぜ。なんかひらめいたみたいだな。無敵の人がいれば隠れる側の勝利は決まったも同然。こいつ悪党だぜ。とうとう残りはこの人だけになったわね。これならいくらスマホ2台持ちでも叶わないでしょ。なんであのおっさんはちょいちょい瞬間移動をするんだ。鍛錬に鍛錬を積んだら瞬間移動できるようになるのよ。ならねえだろ。おいおい、これどうやって探せばいいんだ。おっさんには場所がわかってるね。さあここから瞬間移動のウサギおっさん対無敵の配管です。え、何かここにいるのか。ああ、宇宙に配管が隠れて嫌がるんだ。こっちから見ると本当に何もないぜ。さあどうやったら俺も宇宙に行けるか。まず宇宙飛行士になるための試験を。このゲーム終わっちまうわ。あれ、おっさん諦めて行っちゃったよ。ちこれを取りに行ってたのさ。なんだあいつ、ここに何かあるのか。ああ、宇宙に配管が隠れているんだ。宇宙に。これ私が鬼だったとしてもどうしたらいいかわからなかったと思う。でもさっきおっさんがやっていたように、爆弾を投げてその威力で見つけるしかないんじゃないかな。そうね、ここからじゃどうやったって手が届かないだろうし。あっは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 、あいつらには俺を探し出すことはできないさ。今必死で爆弾探してるわね。ふっふっふ、この爆弾で終わらせてやるぜ。おお、爆弾見つけてきたんだな。くらえ。くそー。はっはっは、機関。おお、普通に動いてる。勝者、無敵配管。お次はキャンプ場です。物変更してみなさい。うわ、さっきのターゲットの方が良かったんじゃねえか。こんなでっかいレーダーなんてすぐに見つかっちゃうでしょ。普通にいたら怪しまれて見つかるだろうね。あ、レーダーなんだし建物の上にでもいたら、地面にいるよりかはマシかもしれねえな。こんな感じでいいかな。誰がどう見てもレーダーね。そりゃそうだろ。鬼さんどうか建物の上以外を探してちょうだいね。キャンプ場って最後まで隠れてることが難しい場所よね。ああ、必勝法とかあればいいよな。キャンプ場の外に出る。それどこのステージでも無敵だろうが。ひぃ、どんどん人が見つかっていく。霊夢、一応巫女なんだからどうにかしてよ。わかったわ。え？鬼よ、この建物のレーダーには触るな。タイさん、思いっきり答え言ってんじゃねえか。お願いだからジャンプはしないでね。ふぅ、霊夢のお払いが効いたのか言ってくれたよ。それは絶対効いてねえだろ。ワイも仲間に入れてや。ちょ、これは無理があるでしょ。気づいて鬼が一斉に群がってきたんだぜ。あ、見つかっちゃったわ。今までいろいろ見てきて思ったんだけどさ、同系色のものの近くに隠れても見つからない時ってあるよね。
それはカメレオン作戦よ。いつそんな名前がついたんだよ。もう5人も見つかっちゃったんだね。どうか鬼の皆さん、私は最初からいたレーダーなので怪しまないように。なんかこの辺怪しいな。いやいやいや、私は最初からいたレーダーですから。受け答えしている時点で隠れてるってバレるんだぜ。もしかしたらシークレットモードにしてるから、端末2台持ちの人でもわからないのかもね。シークレットモードって自分の名前を他のプレイヤーに見せないモードだっけ？ああ、自分も仲間の名前は見れなくなるけどな。なんと残り2人になってしまいました。あんな巨大なものなのによくここまで生き残れたわね。建物の上に隠れるのって結構いい作戦だったのかもしれないね。どうせならこのまま最後まで隠れ切りたいぜ。どうかこっちには来ないでー。ん？なんだあの屋根の上のでっかいやつ。じゃあ。あと1人にかけるしかないわね。ブロックさん頑張ってー。絶対捕まってたまるか。これ逃げ切ったら勝ちだよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、一度自分も無敵になってみたいもんだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。